機弾縛りでゆっくりスプラトゥーン。ついに、最初のボス戦です。いやー、懐かしいなこの感じ。スプラトゥーン2発売当初、ヒーローモードの最初のボスが、まさかこんなやつだなんて、誰が想像できたかしら。予想の斜め上を行きすぎるデザイン。初めてこいつを見た時の衝撃は忘れられないぜ。タコクボベーカリー。うわ、なんなのこれ。パン、だぜ。タコがパンになったんだぜ。意味がわからないよ。意味がわからないと思うが、そのままのことを言ってるだけなんだぜ。タコパンが勢いよく飛び出してくるから、しっかりと避けてね。今のところは大丈夫。ちょわ、なになに一気に飛び出した、今のうちに登るんだぜ。上にタコ足があるわ、それが悪さしてるみたいよ。これね、にしてもほんとどうなってるんだ。こいつの中身めっちゃ気になるよね。うわ、めっちゃインク出てきたけど、今のは被弾じゃないよね。画面端にエフェクトが出ていないから大丈夫だぜ。さあ、第二形態来るわよ。うわ、なんか廃校みたいなの出てきた。そして大量の塗り塗り棒を飛ばしてきたな。うわわわ、大丈夫かなこれ。インクを撒き散らしているように見えるけど、近づいても被弾判定はないから、直接ぶつからなければ大丈夫ね。そっか、じゃあ基本的にはちょっとステージが狭くなった状態で、さっきと同じって感じなのかな。それならまだなんとかなりそうね。おっと、隠れない方がいいかもよ。パンを出してもらわないことには、こちらからは何もできないからね。お、来た来た、全部飛び出すやつ。今回は濡れる範囲が狭まってるから、パンからパンに飛び移らないといけないぜ。へへ、簡単簡単。なんだ、ボスだからって身構えていたけど、この感じなら一発クリアできちゃうんじゃない？次が最終形態かな？うわ、さらに登りづらくなったな。まあでも、登れないことはなさそう。さっきと同じ感じで行くわよ。でわあっぷな。上から直撃で一発アウトになるところだったね。てかなんかシャワーみたいなのが来てるんだけど。光剣具機械的なやつだな。逃げるしかねえ。うわぁ、地面が綺麗にタコインクで塗られてる。被弾縛りとしてはこれは相当怖いわね。できる限りシューターを打ち続けて、動ける範囲を広げないと。ただパンの攻撃はこれまでと変わらないから、落ち着いていけば大丈夫そうだな。あ、もうすぐ一周する。向こうまで行っちゃえばだいぶ動きやすくなるね。コーティングで濡れる範囲は、どうやら4分の3くらいみたいだな。さ、パンが焼けたわよ。かなり登りづらくなってるけど、なんとかいけそう。よしよし、これで一発クリアかな。ボスとは言っても、大したことなかったわね。ナイスグサリン。あ。今のはどうなんですかね。思いっきりタコインクに着地しちゃってたけど、ちょっとこれは審議だな。被弾判定あり、やり直しー。そんなでも要はこれって、着地地点を塗っとけばいいんでしょ。まあそういうことだな。あそこにスタート地点があるから、そこからまっすぐのこの辺だと思うんだよね。いやでもどのあたりか微妙にわからないわね。時間の許す限り後半。タコパン直撃。もう作戦変更だ。ちょっとリスクはあるけど。おい、何をしようって言うんだ。まさか。コーティングすり抜け。うおお、すり抜けれんのかそれ。これで、スタート地点まで届かないはず。安全に着地できるわ。いやこれどうだ？本当に届かないか？微妙なラインね。おお、ここで止まってくれた。これなら多分大丈夫でしょ。あとはコーティングされてないところにパンを出させない方がいいわね。そうね、ちょっと怖いけどコーティングのところでパン攻撃をしのぐわ。一歩でも踏み外したら終わりだから、慎重にな。さ、次で全部のパンが出るやつかな。少し戻って攻撃をかわして、一気に登る。一応もたもたしすぎるとタコ足引っ込んじゃうからね。まあこれで今回こそいけたでしょ。最初ちょっと足を取られたけど、そこまで問題なかったわね。へぇー。嘘でしょ、あんなところに着地した。スタート地点からまっすぐ線を引いたところには、コーティングがされていない。しかも最終ラウンドが始まったのはちょうどこの辺りのはずだ。なのに実際着地した場所はここ。どうなってるの？法則性が全然つかめないんだけど。こうなったら、タコ足を攻撃する前に、できるだけ着地しそうなところを塗っておこう。
時間はかかりそうだけど、しっかりと一周塗れれば、結構安全に着地できそうね。どうしよう、まだちょっと飛ぶのは怖い。ギリギリで止めておいて、もう一度上からインクまき散らしてからにするわよ。今なんか嫌な音が。うわぁ、また出たー。これまでの努力が全部台無しじゃねえか。2回弱点をさらけ出したら、またコーティングが出てくるって流れかな。つまり周りを塗るにしても時間的制限があるってわけだ。うわぁ、さっきより状況が悪化しちゃったよ。これで無事に着地するの相当厳しいわよ。うん、まあ一応最後まで頑張るけど。あの辺に着地できればワンチャン。お願い、奇跡よ起きて。お、これは行ったか。着地際、ギリギリまで地面を打つも。残念、被弾しています。もう帰っていいですか。すでに挑戦回数は10回を超え。いろいろと試行錯誤したけど、安定した方法が見つからない。もう、運に委ねるしかないのかもしれない。うわ、アップな。なんかもうやりすぎて感覚を掴んできてる？あ、っていうか待って、これってもしかして、上で足を打つ場所が大事なのかも。確かに、これまでも大体後ろに向かってジャンプしてたような。だからもしかしたら、この辺で打てばワンチャン。いったー。やっとクリアできたわね。どうしてもっと早く気づかなかったんだろう。めっちゃ時間かかっちゃったよ。何はともあれ、これでクリアね。最後まで応援してくれてありがとう。よかったらまた次の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。